いよいよあやさんのアルバムプロジェクトということで、新しく楽曲を作って、これをまあチタの歌をね、うん、作りたいということで、せっかくチタの観光大使になりましたからね、はい、チタでの、まあ、青春の思いというものをまたあやさんが言葉を集めて、うん、ちょっと楽曲を一緒に作ってるんですけれども、今日はその初めての練習ということで、メロディーをまず覚えるところからやっていきましょう、はい、それ歌詞がね、はい、書いてますからね、はい、うん、名鉄線に揺られ降り立つ、名鉄線って言葉から入りますからね。いきなりですね、うん、いいですよ。出だしを忘れやすいので、ちょっと語るニュアンスを一回入れて練習してみますか。なんかもう景色をこう伝えるみたいな感じで、歌詞がちょっと動くことになるかわかんないですけど、そう、もうなんかちょっとこう喋ってる延長上ぐらいなニュアンスで、揺られ乗り込むっていいですね。あ、乗り込むじゃない、なんですよ、降り立つのが、降り立つか、なんか乗り込むのがいいな、私に乗り込む、降り立つね。なんかこのあやさんのこの渋めの雰囲気が出てる、置いてけばいいんですか、うん、いい感じ、今の忘れないようにしましょう、うん、じゃあその感じで A メロだけ何回か繰り返し練習してみましょうか、はい、1,2,3,4 冷徹線に揺られ降り立つ、
B メロも固まってきましたよ。A メロを聞いててもなんか、うん、サビとかはサビはメロディアスに歌わないちゃんとですね、うん、しっかりここは伸びやかに。あ、じゃあ、B メロも、うん、伸びやかにですよね。 B メロも今の感じで大丈夫ですよ、うん、そのふわりさえしっかりすれば最初がもう語るように歌ってた B メロからはちょっとメロディアスになって、うん、でもその延長上なんですよ。語りの延長上とサビの中間ぐらいやっぱり B メロは、うん。あの子の瞳は濡れてるのはだその他の人だから俯瞰でいいんですよ。自分が俯瞰で俯瞰なのね。そうそうそう。だからそれはひょっとしたら自分かもしれない。ブレザーのネクタイの方がいいんだけど、うん、字がなんかねそれなんかピンとこないよね。ね、ブレザーのブレザーの、うん、ネクタイをネクタイをほどくとかほどくサラリーマン結でもいやいやセラックの方が分かりやすいよね。ね、中学校になっちゃうからね、まあうんうん、まあでもいい、これまあ、忠実じゃなくてもいいので、そうですね、うん、まあ、セラークの高校もあったし、うん、そう、だからそれで、ね、ニュアンス的には A と B の間みたいな感じで、そう、差をつけて、でも今、こうギターに合わせて盛り上がり方を気持ちの中でぐっと上がってきてたんで、だからサビはもう本当に感情をバーって出すぐらい。言った方がいいんですよ。ゲータバー、そう、そこから行ってみましょう。ワン、ツー、シー、フォー。ゲータバー、こに見つけたら見つけた。本当は好きと答えたかった。このまま友達でいようと。慣れ、 慣れていくしかないですよね。伸びやかに伸びやかに、うん、難しいな、こう歌にならない。